はい、皆様こんにちは、なりわでございます。それではね、続きを今回もしていきたいと思います。過ぎ去るし時を求めたフィンは魔王の剣とともに過去のゼーランダー山へと戻る。フィンは聖地ラムダで仲間たちと出会い、命の大樹へと向かうが、そこでかつて経験した時と同様ホメロスに襲われることになる。フィンは魔王の剣で闇の力を払い、ホメロスに倒されるという運命を回避した。そこにグレイグ将軍がデカダール王と共に現れ、まだ息のあったホメロスは王に何か言おうとするが、デカダール王はその場でホメロスにとどめを刺す。フィンは大樹の魂の中に入り、ついに勇者の剣を手に入れる。デカダール王は勇者の剣に触れようとするが、フィンの影から現れたものに阻まれると、一行を城に招待すると告げ去っていくのであった。それで、一行が、フィンと共に、お城に来たんですよね。そこで、前回は終了しております。そしてそこの中にある教会で、セーブをしておきました。まずあの入り口に向かって、ちょっとお話を聞きたいと思いますね。あら、どの方、この方、はい、あ、違いますね、こちらでしたね。はい、この方にお話を聞きましょう。どうも、デカダール王はこれから大事なお客さんをお迎えするそうでね、お城の方がなんだか騒がしいんだ。お城の方がなんだか騒がしいんだ。気になるならお城に行くといい。この先の街道上がり、さらに進むとお城があるが、夜は閉まってるから昼に行くんだな。了解ですね。では、まず行ってみましょうか。まだこの方のあれをクリアしてないですね。とりあえずお城に向かいましょうね。そしてまた、ここで、クリアするってことをしたらいいと思います。以前城の宝物庫に盗みに入った不届き者が地下牢から脱走を図るよってな。おかげで我々の給料は大打撃だ。そう、あの若造め、顔さえはっきり覚えていれば地獄まで追いかけて捕らえてやるものを目の前にいますが。なんかいい匂いがするわね。後ろから美味しそうな気配がするせいで気になって何も手につかないわ。そうなんですか。おお、勇者フィン様、ようこそいらっしゃいました。王より話は聞いております。私はここで余計な矢島がお城に入らないように見張っておりますが、どうぞ今のうちにお城の方へ。あんたもしかして勇者様かい。城下町のやつはほとんど誰が招待されたのか知らされてないんだ。今本当のことを聞いて城下町のやつら混乱して騒ぎになっちまうだろうからな。相当城内進んでくれよ。デカダール王から話は聞いております。すべては我々が間違っていたのだと。さあどうぞ城の中へ。この方は、おう勇者フィン様、今までの無礼の数々どうかお許しくださいませ。デカダール王もあなたに謝りたいと仰せです。さあどうぞお入りください。さあ何が待ち構えているんでしょうかね。まずあの方にお話を聞いてみましょうか。王様はこの上におわします。玉座の前はこちらの階段を上がりまっすぐお進みください。そう言われると思ってました。
待ち受けているんでしょうね。いつも私思うのですが、こういったロールプレイングをするときに、なぜ仲間は7人という数字なんでしょうね。よくぞ参った勇者フィンよ、こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。ホミロスにたぶらかされた私は、長い間勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、フィンよ、よくぞホミロスを打ち果たし、我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。それからお主に合わせた相手がいるのだ。ノーグレイグよ。は、何でしょうか。どなた？おお、連れてきたの？フィン、フィン、私を幼馴染のエマよ。パンの走り方。よかったフィン、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私。あなたがお城に旅立ってすぐのことよ。ホメルスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は、私たちは村の広場に集めて兵士たちに命じたは皆殺しだと。でも遅れて現れたグレイグ将軍がホメルスを止めてね、私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということを分かって出してもらえることになったのよ。フィン、本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者フィンよ、急な準備ゆえ大したもてなしはできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。なんか入ってなきゃいいんですがね、食べ物。皆の者を心して聞け。この日よりフィンを真の勇者と認め、その名を称える者とする。勇者フィン様万歳。そうでござるか。そしてその夜、何があるんでしょう。わしは城下町の人間じゃが、村の者たちの話し相手になってくれと無理やり兵士に連れてこられたんじゃ。しかしこんな甘いもんはこれまでの人生で食べたことがないわい。まったく長生きはするもんじゃの。大丈夫かしら。ハフハフホフホフ、こんなにうまいものは一生の間にもう二度と食べられないだろうな。医師の村の連中の護衛についていたおかげでこんなごちそうにありつけるとはな。悔いがないように全部食べておくぜ。お腹を大事に。おやフィン、今ならお城のどこかにいるはずだよ。気になるなら探してきたらどうだい。あんたもエマもいい年頃だ。将来一緒になりたいのならこういう時に気の利いた一言でもかけておくんだね。まったくデカだろうめ。こんなに長い間で牢に掘り込んでおきながら、飯で和解しようなどと虫のいいやつらじゃ。こんな豪華な飯でごまかそうとしても、わしはうう悔しがうまいの。フィン、グレイグ将軍から聞いたけれど、あんたは私たちが見ていたところでとても大変な思いをしたそうだね。それでもくじけず旅を続けてくれたおかげで王様の誤解も解けたし、私たちも外に出られるようになった。やっぱりあんたは私の自慢の息子だ。立派な男に成長してくれて母さんはこんなに嬉しいことはないよ。さあ
なんでエマがここにいないのでしょうかね。お城の中でこっそり飼っていた猫ちゃんがいない。勇者様、こんな暑苦しいところにいらっしゃるなんて。勇者様物好きですわね。コックさんたら久しぶりの宴だからと料理に燃えておりますの。少しでも楽しんでいただけたら幸いですわ、うん、そうでございますかね。方向的にはこちらですよね。なんと質素な部屋だ。せっかくの宴じゃというから来てみたのに、貴族のわしにこの仕打ちはあんまりじゃ。聞けば石という村の者は貴族用の食堂で大層なもてなしを受けているらしいの。一体王とどんなつながりが。富豪のわしにこのような食事を出すとは。バカにしてるのかと思ったが、食べてみたら案外いけるわ。食堂の前に立っている青いひげの男、どこかで見たような気がするが、はてどこだったかな。くそ、こういう時に情報屋のルパスがいればどんな奴の過去も立ちどこにわかるんだがな。ああ、情報屋ですね。ん？ああ、ずいぶんとお疲れみたいだな。まあ、あんなに豪華な席でもてなされるのは初めてだろうし、無理もないぜ。もう夜も遅いし、休んできたらどうだ。2階の西にある貴賓室にお前のベッドが用意してあるらしいぜ。西の貴賓室ね。こっちのことかしら。あら、ちょっと老様がいる。またお主が生まれる前、デカダール城に赴いた時に幼い頃のホメロスを見かけたことがあってな。あの時は純粋そうな子だと思ったのじゃが、どんな魔物にそそのかされて人の道を踏み外したものやら。そうですよね。ねえフィン、私たちはあんたを命の大事まで送り届けるのが使命だったけど、まだウルノーガを倒したわけじゃないし、こんな半端な形で別れるつもりはないわよ。これからもよろしく頼んだね。まあフィン様、今初めてフィン様にお会いした時の思い出を語っていましたのよ。なんだか不思議ですわね。フィン様とはもっともっと昔にもお会いしたことがあるような気がしますわ。そうですね。それでは、
らフィンちゃん、デカダルジョの人たちはノリがいいわね。おかげで楽しませてもらってるわ。よかったらフィンちゃんも一曲踊っていったらどう？こういう時恥ずかしがっちゃダメよ。遠慮しておきまする。しましたよね。はいはい、はい、何でもフィン様は16年前ユグナー王国が滅びた時に生き残られた王子様だそうですわね。王国を復興される時お知らせください。勇者フィン様のためならばどんなものもご協力を惜しまないでしょう。ありがとう存じます。西ということはこちらでしょうかね。王様が死んだ者の部屋など無駄だというのでホメロス様の部屋を片付けているんです。でもなかなか手が進まなくて、ホメロス様はグレイグ様と一緒に長く王様に仕えてきたお方ですわ。それなんでこんな扱いあんまりです。あ、ここはホメロスの部屋なのね。向かい側のお部屋は入ってなかったですね。今のとこじゃなかったのかな。西っていうからこっちは東ですもんね。ここのことを言ってんのかしら。でテコパンチですか。ここでもないのかな。ちょっとどこに行きましょうか。ちょっとあちらのお庭の方に行ってみましょうかね。止まってください。これは、おや勇者様、ここから先は罪人が取られておりますから立ち入れはご遠慮くださいませ。そうでございますか。それでは、こちらはね、一体どこのお部屋なんでしょうね。これこのことを言ってんのかしら。こちらのことを待ってください。
あらフィン、宴はどう？楽しんでる？私は16年ぶりにお父様と会えたのに、なんだか話しづらくて、時は経てば慣れるものなのかしら？ごめんなさい、変なこと言って。この部屋にあなたのベッドを用意させたから、よかったら使ってちょうだい。わかりました。ここだったのね。はい、では、はい、休みましょう。さあ、起きたら何があるんでしょうか。おお、なるほどね。なぜだ？なぜ剣に触れられるの？まさかこの力は。貴様はその剣を、勇者の剣を私によこせ。ついに正体を現しましたね。一体何の騒ぎ？ティーン、どうしたの？姫様、これは。やっぱりあなたはお父様じゃない。いえ、どうやら人ですらないようね。なんとなく感づいておったよ。デカダール王と何十年も親交があったわしの目をごまかせるわけがなかろう。宴まで開いて王になりきるとはな。たく、どんなタヌキがいたもんだぜ。とんだタヌキがいたもんだぜ。ちっ、消えた。ちょっと出てきなさい、卑怯者。王様になりましたり逃げ回ったりせこいやつね。まだ遠くへ逃げていないはずよ。ヒン、早く音を追いましょう。私の主君はデカダール王は王ではなく人でもなかった。では今まで信じてきたものは一体、それはね、おいおい、わかりますからついておいでなさいませ。さっきキリスから物音がした後に突然ルキが起き上がって王座の間の方に走っていったの。ルキは滅多に吠えたりしないはずなら一体どうしたというの。はい、ここでセーブをしておきましょう。下の方に、はい、はい、こっちですね。随分手間をかけさせてくれたわね。このビロニカ様が逃げようたってそうはいかないわよ。デカダール王国に化けた悪しき魔物よ、観念して正体を明かしなさい。くくくくはははは。
我は魔王魔導士ウルノーが16年前にイグナ王国を滅ぼしデカダル王になり変わったもの。今まで貴様を追い回していたのも全ては勇者の力を利用して勇者の剣を奪い大臣の魂を得るためだが勇者の剣は貴様の手に渡った今もはや手段は選ばぬ。この玉座の間が貴様らの死に場所となるのだ。嫌な空気ですね。貴様が守るのがか。こうして会える時を16年もの間待ちわびたぞ。ウルノーガ、貴様、今までずっと王に取り付いて私をたばかってきたというのか。グレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国僕の家族のもとへ送ってやろう。え、貴様まさか我が祖国バルデンフォン王国を。生まれたばかりのフィンを襲いユグナ王国を滅ぼしそして私たちの16年を奪ったあなただけは許せない。この無念を思い知らせてあげるわ。どうも私変ですよねフィンよ、私も戦わせてもらおう。こいつは私の家族と友を奪った敵でもあるのだからな。フィン、こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。力の限りを尽くして戦うぞ。来るがよいフィン。貴様の力を奪い地上の生命すべてを我が供物にしてくれよう。皆さんはちょっと戦ってみましょう。初めて見ました。それはそうですよね。変に集中的に。なんですね。
本当ですか。意外と早く倒せましたね。何でしょう。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよ。どういうことでしょう。王様は、お父様、お父様、どうか目を開けてください。マルティナ、まさかそなたマルティナなのか。ずいぶん長い夢を見てたようだ。イグナー王国は魔物たちに襲われてから、わしは一体何を。おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。ごほ、ごほ。お父様、あまり喋ってはいけません。ひとまず体を休めましょう。私はお父様の容態を見ることにするわ。フィン、明日になったらまたこの玉座のままで来てちょうだい。よかったですね。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。二人だけにさせてあげましょう。またその夜にですか。どういうこと？何もなかったんでしょうかね。ちょっと待ちくださいね。皆様の強さ。おはよう。よく眠れたみたいね。マルティナさんから伝言があったの。王様から大事な話があるらしくて、玉座の前に来てほしいそうよ。きっといい知らせに違いないわ。ピン、胸を張って王様に会ってきてちょうだいね。もう一度ここでね、セーブをしておきたいと思いますよ。何があるかわからないのでね、こちらで、はい、
でしょう。あんた本当によく頑張ったよ。母さんにとってこれ以上嬉しい日はないわ。さあ王様に会ってきなさい。天国にいるおじいちゃんもあなたの晴れ姿を見守ってくれるはずさ。おお。話は配下たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢にとらわれている間、随分ひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いやこの世界は、ウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は絶えていたことだろう。フィンよ、よくぞ、悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトデシアを救ってくれた。そなたこそ古の勇者、老子の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。俺たちとうとうやったんだな。お姉様、ごめんなさい。今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして。いやですわ、姉様ったら、私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。そうなのよね。変よね。ありがとう、フィン。でも、ウルノーガの言った言葉がちょっと気になりますよね。このかけらは何でしょうか。なんだ、急に暗くなりやがった。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか、あれは一体どういうことだ。王様大変です。直ちにバルコニーお急ぎください。勇者の星に異変が。なんだと。フィンよ、わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。王様一人で3階のバルコニーですね。そうだ、急な空が変な色になったから不安になってきちゃったけど、一体何があったの。フィン、さっき王様が青ざめた様子で3階の方に駆け上がっていったわ。心配だからあなたも行ってあげて。バルコニーということはこちらですね。
なんとまがまがしい空の色だ。みんなあれを見て。勇者の星が落ちているのか。我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だが何でしょうか。ウルノーガなき今、自白する者は時空を超え一つになれる。今こそ待って そうよね、ウルノーガ倒すね、ちょっと早すぎ。勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。フィンよ、何やら胸騒ぎをしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれない、来てくれるのか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂漠の方角で、デルカッコスタ地方へ赴けば何やらメールやもしれん。おうよ、私もフィンと共に行きます。フィンよ、これまで勇者に刃を刃を向けてきた償いは勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。フィンが世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。はい、わかりました。まだですか押してるんですが、はい、
さてと、それでは皆さんのこれとどちらが451、こちらを装備する。そしてマルティナが、あ、これでマルティナがちょっと少ないですね。どうぞ145、これで大丈夫。シルビア、OK。 シルビアの次は道具袋から、条約書をお渡し、グレーブ、1、2、3、4、5個、そして万能薬を渡し、グレーブ。
てね。動作、聖夜、セルビア、カミル、ベロニカ。歩きながらなんか、少ないですね。ではもう一度お話を聞いてから参りましょうかね。では、皆さん参りましょうかね。このまま降りていけばいいわけですよね。とりあえず後ろの外に出ましょうかね。それからですね、お時間の方がですね、多分ね、ちょっと気になることもあるのですが、今はとりあえず、ストーブに沿って進めていきたいと思いますね。始める人はいないですね。では、ここから出ましょうかね。どうやらイベントのようでございますので、少しね、ゆっくり皆さん楽しんでくださいませ。あ、そうじゃなかったですね。ここまでだったんですね。ではちょっとね、仲間の話を聞きましょう。
かつてデカダールの牢にぶち込まれた俺と牢にぶち込んだ側のグレイグのおっさんが仲間として一緒に旅をするとはね。世の中何がどう転ぶか分からないもんだな。立場はどうであれも目的は同じだし、腕が立つ、心よく受け入れてやろうぜ、うん、それだけなんですね、そうではなくって、デカタール地方からデルカコスタ地方へ抜けて勇者の星の様子を見に行こうということなので、道なりですね。いかにも強そうな見ます。蹴散らせるかしら。どきなはり、あ、ダメだった一応戦ってみましょうかね。皆様、時間がですね、多分あともう少しで、1時間経つので終了すると思いますが、時間ギリギリまでね、こちらのゲームをしていきたいと思います。それで、またね、引き続き次回につなげていきたいと思います。入れ替えましょうか。どうしますかね。この方をこの方と、はい、なかなかすごいですね。レベルはなんかすんごい落ちてますね。過去に戻ってるからレベルが落ちてた当たり前なんですね。わかりました、では、あ、そうでした。